はい、どうもレンチャンネルです。今日は商品紹介をやっていこうと思うんですけど、今日のはちょっと僕的にかなりおすすめです。ただ、ものすげえいいかって言われたら別にものすごいいいわけじゃないんですよ。ただ、これから暑くなっていく季節、まあもう暑いですけど、その季節にものすごい使えるんじゃないかなと思って、今回はこの商品を紹介したいなって思って、この動画を回しました。なので今回はユニクロのカーゴがやばいぞって話ですね。まあ商品購入レビューなんですけど、この前ユニクロのスキニーの商品購入レビューをやったじゃないですか。まああれをやった時に一緒に買ったものなんですけど、むしろあのデニムはあのデニムでもちろんいいんですけど、ただ夏ってスキニーそんな履きたくないんですよね。暑いから、なんかちょっと出かけるぐらいだったらなんか楽なもん欲しいなってとか、そういう風に思ってて、なんかないかなって思って探してて見つけたのが今回そのカーゴなんですよ。ただカーゴつってもフルレングスのカーゴではなくって、ちょっと半畑というかそういう感じのカーゴを今回は紹介していきたいなという風に思います。まあまたユニクロ企画ですね。まあそんな感じで紹介していきたいんですけど、で紹介したいアイテムなんですけど、紹介したいアイテムはこちらになります。ユニクロのロールアップ3クォーターカーゴというカーゴパンツになります。まあ2色買ったんですけどね。まあその2色買うぐらい使い勝手むちゃくちゃいいなと思って、まあ2色買ったんですよね。でコーディネート次第ではこれ秋とかも使えるなって思ったんで、まあ2色買ったんですけど、ちょっとその理由を説明していけたらなというふうに思います。で先に値段の方なんですけど、税込み3784円になります。2本買うと意外といい値段になっちゃうんですけど、まあそんぐらい価値あるなと思ったんで僕は買ったって感じですね。でまずユニクロの画像をちょっと見てもらいたいなと思うんですけど、ユニクロの画像こちらになります。まあ普通なんですよね。非常にパン畑のカーゴというかクロップドのカーゴというか、まあそういう感じのモデルなんですよ。対していいところが見当たらないと思うんですよ。で僕も実際これマネキンにかかってる状態だとスルーしてたんですけど、ちょっと気になって試着してみようかなと思って試着したらよかったんで、ちょっと僕なりの工夫を加えて買ってみたって感じなんですよね。でちなみにこれの仕様なんですけど、ロールアップしてボタンで留めればこういう風にハーフパンツとしても使えるっていう仕様になってるんですよ。まあそこはすごいいいなと思ったんですけど、まあありきたりじゃないですかこういうのって。ありきたりなんですけど、このユニクロが出す素材感とかストレッチ性であったりとか、まあイージーパンツ仕様になっててウエストはゴム仕様になってるんですけど、そういうラフに履けるとこであったりとか、普通に使うだけだと多分ちょっと微妙な感じになっちゃうと思うんですけど、使い方次第ではすごくこれいいなと思ったんで今回これを紹介しました。でちなみになんですけど、僕が買ったサイズこれ両方とも XL なんですよ。で僕の適正サイズは正直 S が適正です。これ履いた感じ全サイズ一応試着したんですけど、適正は S なんですけど、今回はだいぶサイズアップして XL を買いました。ウエストが紐仕様にこれなってるんですよね。なのでまあウエストはどうとでもなるし、丈が長いんじゃないかと思うんですけど、その丈が長い感じがすごくよくって、ちょっとワイドっぽく履きたくって今回サイズアップしたっていう感じですね。このサイズアップした時の感じがすごく個人的に気に入ってて、今回はそういう風な感じのサイズで買いました。で生地自体は全然チャッチくなくて、かなりちゃんとした生地なんですよね。薄いんだけどそれなりに強度もあるという感じですね。まあリップストップという生地を使ってるんですけど、ストレッチの少しガサつく感じのあるパンツって言えばいいのかなって感じですね。多分馴染むまではしばらくちょっとガサガサした感じがすると思うんですけど、それは馴染んでいくと思うんですけど、でまあ仕様としては普通のカーゴっちゃカーゴなんですよ。形的にはストレートの、ただ個人的にはこのバックポケットのフラップポケットもいいなと思ったし、ユニクロとかファストファッションで出すものって基本的にこういうフラップポケットじゃなかったりするんですよ結構。なのでフラップポケットっていうところが結構気に入ったっていうのもあるんですよ。ちょっとマニアックなところですけど、何気にねフラップポケット1個つけるだけでね工程増えるから定価が上がってしまうっていう場合もあるので、そういうところもあってフラップポケットつけないっていうところもあるんですけど、まあ今回このフラップポケットがついてるっていうところも非常にいいなと思ったんですよね。まあそのね単価が上がるとかそういう話はこの前モードの服が高いって話した時にちょっと話をしてるので、もしよければそちらの動画をご覧になっていただければいいんですけど、そういう理由も含めて、まあ、今回購入に至ったって感じですね。で僕普段めったに買わないベージュも今回は買ったっていう感じですね。ベージュとオリーブって僕がなんかある意味一番買わない色を今回買ったって感じですね。普段だったら多分ブラック一択で買うんですけど、今回はまあ夏だしどうせ黒い服多いしと思って、まあ、ちょっと普段とは違うカラーを選んで今回は買いました。でまあ生地の感じはそんな感じなんですよ。でちょっと僕の着用画像を見せていきたいかなと思うんですけど、
ど、まずロールアップして履いたものですね、ボタンで留めた状態のものがこちらになります。結構太いんですけど、今回黒シャツで合わせてますけど、ちょっと細身のシャツで合わせてあげると結構締まって見えるので、まあサイズ感に強弱つけてコーディネートしてみたって感じですね。でまあ足元はスニーカーなんですけど、シューズは他にもね、例えばもっとローテクなスニーカー合わせたりとか、サンダルであったりとか、ちょっと革靴で合わせてちょっとドレッシーな雰囲気に持ち込んでもいいと思いますし、なんかそういう感じで使ってあげればいいんじゃないかなっていうふうに思います。ちょっとでもコーディネートしてみて、今写真改めて見ると黒シャツじゃない方がいいかもしれないですけど、重いんで見た目が、まあそこは好みに合わせてって感じですけど、個人的にはロールアップするんだったらカットソーとかそういうビッグ T シャツとかそういうのと合わせるよりはシャツで合わせた方が比較的大人めに着れるんじゃないかなっていう風な印象を持ちました。この手の類のものを特にロールアップとかして履くと、 T シャツとかそういうもので合わせるとちょっと子供っぽくなる印象があると思うんですよ。 あとは体格であったりとか身長によっても変わってくると思うんですけど、で今回はパンツ自体もかなりサイズを上げてますので、パンツにかなりボリュームがあるので、なので今回はちょっと細身のシャツを選びました。ドレスシャツを着てるんですけど、まあこれにプラス例えばブレスレットであったり時計であったりとかアクセサリーを加えてあげるとなおいいんじゃないかなっていうふうに思います。まあこういうふうにね、意外とハマる感じで結構悪くないんですよね。ただシャツはシャツでもポロシャツはちょっと微妙かなって思います。まあちょっと着てみたんですけど、ポロシャツってよりは普通のシャツがいいんじゃないかなって思います。無地シャツがいいのかなって思います。コーディネートにもよると思うんですけど、柄シャツを組み込んでも面白いと思います。これに関してはビッグ T で合わせるとね、なんか子供っぽいんですよね。合わせたんですけど、まあちょっとベージュって色もあると思うんですけど、ロールアップした状態だとそういう感じかなっていう印象を受けました。で次にロールアップじゃない状態のものをちょっと見していきたいかなって思います。こちらになります。まあこれはまあ僕の普段通りっちゃ普段通りの格好なんですけど、まあサンダルスタイルに T シャツとロングカットソーレイヤードしたっていうスタイルなんですけど、結構丈感もいい感じなんですよね。ワイドでそこがすごくいいところだなって思ってて、でサンダルで合わせても結構ハマりがいいっていうか、パンツにボリュームがあるんで、そのサンダルでボリュームがないところを補ってくれるっていうのもすごいいい感じなのかなって思いました。個人的にはロールアップしない方が好きですね。ただちょっと足が短く見えるかなっていう印象があるので、それが嫌な方は、まあ、このパンツをやめるかロールアップして履くかの方がいいと思うんですけど、ただそのレイヤードして縦長に見せてあげてるので、まあ足の短さとか足の短く見えるっていうのはカバーされてるとは思うんですよね。ある程度は個人的にはこの下ろした状態、ロールアップしてない状態っていう方が好みかなっていう感じですね。暑くなったら多分ロールアップして履くとは思うんですけど、下ろした状態であればシャツで合わせてもいいと思いますし、カットソーとか T シャツで合わせても全然いいと思います。で一応正面から撮ったのがこちらになります。パンツは本当にかなりボリュームがある感じですね。なので細身のシャツで上タイト下ボリュームつけるっていう感じに合わせてってももちろんいいと思うし、よく出てるようなオーバーサイズのシルエットで合わせてってもいいし、まあどちらでもいいんじゃないかなって思います。個人的には僕はレイヤードスタイルとかそういうものが多いので、まあこういう感じがいいかなっていう感じですね。まあちょっとモードな雰囲気にも使えるし、いろんなスタイリングに使えるんじゃないかなとは思います。ただこの前僕紹介したサンダルあったじゃないですか、あれと合わせるとか考えるとやっぱモードっぽい雰囲気にどうしても組み込んでいきたくなってしまうので、個人的にはこのスタイリングのが好みかなっていう感じですね。あとはさっきもちょっと話題に出してた柄シャツとかを組み込んでもうちょっと派手にしても面白いと思うし、夏は夏でなんかいろんな格好できるんじゃないかなとは思うんですよね。なのでね、このパンツすごい便利なんでね、ぜひちょっと試着とかしてみてもいいんじゃないかなって思います。ただ個人的には適正サイズで買うよりはサイズを上げた方が見栄えいいかなって思います。適正サイズだとちょっと安っぽく見えたりするんで、個人的にはサイズ上げてあげた方がなんか今っぽいっていうか、そういう雰囲気で履けるんじゃないかなって思います。でさっき冒頭で話題に出してた秋とかも履けるかなって思ったのは、まあ丈が半端な丈じゃないですかこれ。まあその丈をちょっと利用して、例えばブーツで合わせて軽く1回折りとか2回折りで合わせてスタイリングしてもちょっと面白いかなと思ったんで、秋とかもこれ使えるかなっていう風に思ったんですよね。まあブーツとクロップドパンツみたいな感じで合わせても面白いかなと思ったんで
で、まあ秋も使えるし長い目で見て使えるかなと思ったんで、ちょっと今回このユニクロのものを買ってみました。まあね、いいか悪いかっていうのは好みもあるし、その人それぞれだとは思うんですけど、もし気になる方ぜひこれちょっと見てみてもいいんじゃないかなって思います。履き心地も悪くないし涼しいし、その今年人気のあるカーゴっていうところもいいし、まあ値段以上の価値は普通にあるんじゃないかなって思います。ただスキニーほどベタ褒めするようなモデルではないとは思います。この前紹介したスキニーは本当に完成度がむちゃくちゃ高いアイテムなので、ファストファッション超えてんじゃんみたいな感じだったけど、こっちは別にブランドもんと混ぜたりとか、まあ、もちろんこのままファストファッションで全身でもいいんですけど、それなりっていう感じですね。まあなので高く見せるにはまあテクニックがいるのかなと思うんですけど、まあその小技の一つとしてサイズを上げるとちょっとユニクロっぽくなくなるよっていう感じですね。僕が今170センチのまあだいたい68から70キロ前後ぐらいなんですけど、 S サイズで結構ほんとジャストなんですよ。普通のストレートぐらいのサイズ感なんですよ。でまあサイズを上げてって試着してって XL が一番しっくりきたんですよね。ワイドパンツのシルエットで履けるんで、なので足の形だったりとか筋肉のつき方だったりとか、その履く人の体格によって結構変わってきてしまうとは思うんですけど、まあ個人的にはサイズアップがおすすめかなって思います。ちょっとね、正面からのあの写真ちょっと写りが悪いんですけどね、見栄えが悪いっていうか、どうしても自撮りで撮ってるんでなんかうまいこと撮れなくって、一番良かったのがこれだったんでこれで妥協しちゃったんですけど、インスタにもこれ画像載せてると思うので、じっくり見たい方インスタ見てもらえればと思います。まあそんな感じでね、紹介したら以上になるんですけど、今回はユニクロの2色紹介してみました。個人的にはオリーブの方が好きかなっていう印象ですね。ベージュってね、僕買わないんですよ基本で。買わない理由がベージュって使い方がよくわからんっていうのが僕の中の正直なとこがあって、なんかあまりにも黒いものばっか使ってるんで、ベージュって色が僕の中ですごく難しいカラーだったりするんで、あんま買わないんですけど、今回はちょっとチャレンジしてみたって感じでちょっとベージュ買いましたけど、あと他にはブラックとネイビーがあるんですけど、ネイビーがむちゃくちゃいい色してるんで、個人的にはネイビーをおすすめします。なんでネイビー買わねえんだって思うじゃないですか。そう、僕も思ったんですよ。ただ僕3本買ったと思ったんですよ。これ3本買ったと思ってて、家帰ってきてみたら3本じゃなかったんですよね。クレカで決済して気づかなかったんですよね、会見とこ。なので本当3色買ったつもりだったんですよ。3色買ったつもりだったんですけど、ベージュは別に紹介するつもりなかったんですよ。ただ3色買いましたよって出すためだけに買っただけなんで、ちょっと残念な気持ちになったんですけど、また買い行くんちょっとめんどくさいしと思って、まあ今回2色紹介したんですけど、おすすめはネイビーをおすすめします。ブラックはちょっとつまんないっすね、重いし、あのサイズ上げてワイドにすると余計なので、個人的にはまあネイビーかオリーブがおすすめかなっていう感じですね。まあホワイトとかあっても面白いかなと思いますけどね、ホワイトはなかったんで、まあぜひ気になる方はちょっとチャレンジしてみてもいいんじゃないかなと思います。でさっきも言ったんですけど、インスタに今日載せた画像載っけときますので、画像見たい方はインスタ見てもらえればというふうに思います。まあそんな感じで終わりにしようかなっていうふうに思います。でいつもお願いしてるんですけど、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。今回これで終わりにします。ありがとうございました。I'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24/7. No reply when I text at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now, I don't really see no love in here. But I saw something in you.